賑やかな音聞こえますでしょうか。はい、こちらはですね、七ヶ浜町にあります潮見小学校なんですけれども、はい、この音何の楽器でしょうか。バイオリン。あれ、正解です。バイオリンを子どもたちが今練習しているところなんですけれども、今ですね、実は仙台フィルハーモニー管弦楽団によるこの楽器の体験教室が潮見小学校開かれているんです。で、さまざまな楽器がある中でこちら、今バイオリンの教室が開かれているんですけれども、子どもたちがですね、初めてでしょうね、触るバイオリン、先生に教えてもらいながら列を作って自分たちの順番も待っているというところなんですね。詳しくは仙台フィルハーモニー管弦楽団トロンボーン担当しております菊池さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はこのオーケストラと遊んじゃおうというタイトルなんですけれども、なぜこの潮見小学校で開かれることになったんですか。はい、実はですね、仙台フィルハーモニーが10年前より本拠地の旭ヶ丘青年文化センターでやってまいりましたオーケストラと遊んじゃおうというコンサートは、子どもたちのために、少しでも音楽を楽しく、そしてオーケストラが身近な存在になってほしいということで、楽器の体験と、分かりやすい聴きやすい曲を、コンサート、短いコンサートにしたという形で10年間ずっとやり続けてきました。1時過ぎから始まったばかりで、このあと2時過ぎまでこの体験教室が開かれるわけなんですけれどもね、校舎1階から3階までありますけれども、それぞれに教室が開かれておりまして、この新校舎3階の音楽室ではバイオリン、その他にはホルン、パーカッション、フルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、トロンボーン、チューバ、チェロ、コントラバス、トランペットといったね、楽器を体験することができるんですよ。全部触ってみたい。全部いじってみたい。パーカッションなんてね、もうロジャーさんもたまらないでしょうね。そうそうそう、ティンパニーやってみたいな。で、この体験教室、何階のどこで開かれているかというのをね、すぐに分かるように、下敷きに、はい、書いてあるんですけれども、地図が詳しく、下敷き、このために下敷きも作ったということですね。あ、仙台フィルの方で特別に今回のためにということ、思い出に残るようにということで作らさせていただきました。まあ、子どもたちも本当にね、楽しい笑顔を浮かべて、ね、一生懸命弾いていますけれども、はいはい、菊池さん、この子どもたちの表情をご覧になっていかがですか。はい、やってよかったなと、僕たちも3ヶ月半4ヶ月まるまるコンサートがずっとなくなってしまいまして、それがちょうどこの遊んじゃおコンサートの時期でもあったわけなんですが、本来であればいつも4月の頭にやっているコンサートだったんですが、いろいろ考えるところがありまして、ぜひ外に出て子どもたちに元気をということでやって、たくさんもう本当に大変な準備の中やってきたんですが、やってよかったなと今この笑顔を見ると心から思います。ホールが被害を受けまして、そのコンサートの公演自体がなかなかできなかったということなんですが、7月からですね、仙台市青年文化センター再開をして、オーケストラとしての演奏活動を再開することができたということなんですけれども、それまでの間は各地の避難所を回られたそうですね。はい、まず仙台市内の街中でやっぱり元気をつけてもらおうと、音楽が何かみんなに伝わるんじゃないかということで、仙台市内の街中で始めまして、そしてもう、数限りないですね、200回以上、沿岸部から、たくさんの場所で小さな室内楽からやってきました。まあ、本当にこの音楽が癒しとなるということも多かったと思いますが、菊池さん自身がなかなかその団体として、ね、活動できない時期があって、その楽器を弾く楽しさというのも改めて感じられましたか。もちろん自分が一番最初にその出番をもらったのが4月の10日ぐらいだったんですけど、その日自分たちが吹いた演奏はもう一生忘れられないし、吹き終わった時にもう感極まって涙したということも忘れられない思い出ですね。はい、その楽器を弾く楽しさというのを今回この子どもたちにも感じてもらいたいなというふうな思いもありますかね。そうです、もちろんその通りで、とにかくたくさんの子どもたちにいっぱい楽器を触れてもらうこと、そして分かりやすい曲を聴いてもらって、音楽の楽しさとオーケストラとはどういうものなのかっていうのを、見てもらえれば、聴いてもらえればと思ってます。はい、
まあ、本来ですとこのオーケストラと遊んじゃおうというイベントはですね、その定期的に仙台市青年文化センターで開かれているわけなんですが、はい、まあ、今回は特別バージョンということですね、はい、そうです。もう何度もやりたいんですが、本当に準備が大変で、年に一度だけしかやっぱり準備してできることができないので、それがここでできたということがまた特別なことなのかなと思います、はいはい。この楽器体験が終わった後は2時10分からオーケストラの演奏もあるということで、はいはい、体育館の方でですね、子どもたちがこの本格的な、ね、オーケストラの演奏を聞くことができるということなんですけれども、ね、うん、まあ、本当に笑顔広がる子どもたちにもちょっとお話を聞いてみようと思います。こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは。もうバイオリンは体験しましたか？はい、初めて？初めてです。お名前聞こうかな。お名前は岡松里奈です。里奈ちゃん。鈴木美優です。鈴木美優。美優ちゃん、美優ちゃん。名前は安藤あゆみです。安藤あゆみちゃん、うん、3人集まってもらいましたけれども、うん、初めてのバイオリン弾いてみて感想はどうですか？音が思ったより綺麗に響いてびっくりしました。どうでした？思ったよりバイオリンの簡単でちょっとびっくりしました。簡単だった、すごい。なんか思ったより、才能あるじゃない。続けてみたい。それはすごい。バイオリン弾いてみてどうでした？弾くときは難しかったけど楽しかったです。本当にみんな楽しそうですけど、この後弾いてみたい楽器あるかな？今下敷き見ながら悩んでるところ。フルート。あ、フルート。弾いてみたいのある？フルート。あ、みんなフルート。フルート人気ありますね。お姉さん吹いてたよ。ねえ、本当にこの後もすぐに移動してフルート。あれ、今なんか言いました？なんでもないです。全然無視してる、ね。まあ、お姉ちゃんなんか変なこと言ってましたけど。いや、変なこと言ってない。この後ね、教室移動してまたフルートの演奏をするということで。はい、ね、ありがとうございました。楽しんでね。ありがとうございました。ということで本当に、ね、子どもたちもなんか楽しそうだね。ここからあの、ま、初めて体験する子どもたちも多いと思いますけれども、はい、楽器に興味を持ってもらいたいですね。はい、自分もやっぱり子どもの頃そうだったので、小さなきっかけから今プロ奏者になってたりするので、何かきっかけになればと思います。はい、それから仙台フィルハーモニー管弦楽団として、まあ、これからまた定期的にも活動されていくかと思いますけれども、菊池さんはこの音楽をですね、どんな風にこれから楽しんでもらいたいなと思われますか？すごく安っぽい言い方ですけど、暇つぶしでいいと思うんです。音楽で涙が出たり、音楽で笑えたり、その心の内側にあって外に出せないものが音楽を通じて表に出すことができるだけで、何か子どもたちが少しすっきりしたりとか、明日のことを考えたりとかできるんであればいいなと思っております。笑顔で溢れております塩見小学校の音楽室、バイオリンの体験教室が続いております。ということで今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団の菊池さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。